ははいここんにちはこのでですす突然ですが年末年始のキンドラアニペットが熱すぎる12月の新着タイトルが続々来ているのですがえこんな素晴らしい本を読み放題にしちゃっていいのという本が読み放題になっています今回はですねその中から私が本気でおすすめする本4冊を紹介していきたいと思いますまず1冊目ですがこちら モモですミハエル・エンデの名作がまさかの読み放題入り、まあ、自動書なんですが、まあ、大人にも十分楽しめる一冊時間泥棒からみなしごの少女ももは時間を取り戻すことができるのか、まあ、世界中にファンがいる一冊なので、まあ、未読という方はねぜひこの機会に読んでいただければと思いますさて 2冊目ですが、こちら。戦争は女の顔をしていないです。いやいやいや、いや。2015年ノーベル文学賞受賞者の作品も読み放題になっちゃってるんですか。ウクライナの作家スウェトラーナ・アレクシエビチが、第二次世界大戦時に、まあ、ソ連軍の兵士として戦場に赴いていた女性たちへのインタビューをまとめたのが本書。 今まで、まあ、戦場は男性の目線でしか描かれていなかったしかし本書には女性の目線から見た戦場が描かれている、まあ、こちらもね万人におすすめの名作ですので、まあ、未読の方はねぜひ年末年始に読んでみていただければと思いますさて3冊目ですがこちら「時勢録」です 超古典的名作自己啓発本2世紀に生きたローマ皇帝マルクス・アウレリ,リウスが広大なローマ帝国を統治するにあたり、まあ、自己の戒めのために書いたのが本書あの自己啓発本の名著7つの習慣にも多大な影響を与えているストア哲学派の人物の本です。 最も良い復讐の方法は自分まで同じような行為をしないことだ他人のなすあらゆる行為に際して自ら次のように問うてみる習慣を持てこの人はこの行為の目的を何としているかと、まあ、1800年も前に、ね、このようなできた考えをする人物がいたとは脱帽です。 下手な、ね、自己啓発本を読むよりよっぽど役に立つかと思いますのでぜひね自省録読んでいただければと思いますさて4冊目ですがこちら「孫子」ですいやこんな世界的名著も読み放題でいいんですか、まあ、古今東西あらゆる分野で引用され続けてる、まあ、世界最古のビジネス書といっても過言ではない孫子 本当ね、今読んでも物事の本質をついているなぁと感じます。ちなみに、私の大好きな言葉。兵は拙速を聞くも、いまだ巧み久しきを見ざるなり。まあ、完璧を追い求めて時間をかけるよりも、不完全でもとりあえず行動した方が良い。まあというね、これも孫子の言葉です。戦争のことを書いているので、戦争推進派かと思いきや、実は、 戦争をしないことが最も良いと言っている、まあ、平和主義者だったりと、まあ、全部読むとですね意外な一面が見えて面白い人物でもあったりもしますのでぜひ、まあ、ね、孫子読んでみていただければと思います。とこんな感じで年末年始に読んでほしいおすすめのキンドラにレッドボーン4冊を紹介させていただきました。ちなみにこれだ、全部 紙の本でも持ってるぐらいですので、もう本当におすすめ。皆さんの、ね、年末年始の読書タイムのお役に立てば幸いです。と、このようにこのチャンネルでは毎日1回、読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。